ったんだっけ？使わないのかい？使わなかったのか？だってダメージ取らないもんな。取らないもん、何したって。相手の行動を見るためにここ確かこうしたんやけど、予想外でしたね、これは。またバインドやもんね。こればっかりは予想外でしたね、確か。まあ、私のこれが溜まってるのでね。しかも、ペルセウスがバインドされていないので、ペルセウスのスキルが回復できるというわけで。さあ、こういうパズルしたんですけど。結局最後はミット君がいいとこ取りね。いいとこ取りもらっていきました。まさかね、敵が闇属性に変わると思ってなかったんでね。ありがとうってね。これそんなに難しくなかったよね。そうやね、ステータスがまずわっちら高かったしね。うん、まあ間違ってもやっちまっても意外といけるかもしれない、うん、はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ミヒトです。パズドラのフレンド募集ということで、はい、ちょっとフレンドの募集をねさせていただきたいと思っております。まず、僕と、ミヒトとアキさんが、どんなキャラクターを使うかということなんですけども、僕は基本は貴族性が大好きな人なので、まあ王道として、バステトだったり、あとコットンだったり、ちょっと読み込みが重くなりますが、ソニア、緑ソニアをよく使っております。その他にも最近手に入れた、エドワード・エルリック、光属性最強と言われるエドワードっていうあのキャラクターですので、ね、彼をよく使ったりしております。で、あと他にも使うことがあるっていうと、まあこのユウキさんもねよく使いますよ。で、ユウキさん以外にも、闇属性だと、アテナさん、闇アテナさん、まあ、ちょっと進化のあれがモアが必要でもう持てなくてね、持ってなくてあれなんですけども、闇アテナよく使います。あとはアヌビス、天聖アヌビスもよく使います。 あのフレンドでモンハンコラボのオーマディアブロス思ってるフレンドさんを呼んだりして、7×6 番面にしてアヌビスでコンボってやったりしております。それくらいですね、僕の方は水属性は強いキャラクターがいないのでほとんどリーダーとして使うことがないです。はい、なので、基本的にはこんな感じのリーダーとなっておりますので、こんな僕と、こんなキャラクターを使う僕とフレンドになってくださる方は、こちらまで。フレンド申請の方、お願いします。ちなみに、アキさんの方なんですけども、アキさんも、まあ、基本僕とほとんど一緒です。基本アキさん僕と一緒で、アキさんの ID こちらとなっております。ただアキさんの場合は火属性がなかなか強いので、筋肉マンだったり、僕もさっき持ってたと思うんですけど、イナ姫だったかな、イナ姫もよく使われております。彼女ですね、イナ姫もよく使っております。本当アキさんは火属性が強いので、昔一緒にやってたんですけど、シバドラもアキさんよく使われます。とにかくアキさん火属性が多いです。ただ最近はエドワードも手に入れたんで、アキさんもエドワード使ったりしています。あと僕とコラボするとき、僕とコラボというかその一緒にプレイするとき、僕に合わせてくれるようにと、バスケットも作って一緒にやってくれたりしております。ということで、以上僕とアキさんの ID になります。僕の ID 222968488、そしてアキさんの ID、198766811。 フレンド申請の方お待ちしております。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。